社会というスケールの大きなもの。つまり、日本はどうなってしまうんだとか、マスコミが自民党がというのが気になるわけですよね。そういうスケールが大きなものを不安になるっていうのは、やっぱあの自分を過大評価しているからだと僕は思っちゃうんですよね。僕にとって社会っていうのはどういうふうに見えているのかっていうと、マリオみたいなものんです。アクションゲームなんですね。えー、将来や不安についての質問です。えー、アスマさん。20代男性ですね。 私は未来に対して不安がちになりがちなタイプです。自分の将来が決まる選択をする際には、失敗してしまった時の妄想が脳裏をよぎり、吐き気等の症状が出てしまいます。大変ですね。人間である以上、こういった不安から逃げられないことは承知していますが、もっとマシな方に持っていきたいです。どうしたらこういった不安とうまく付き合うことができるでしょうかもう一人、モナカさん。20代男性です。えー、最近テレビなどの変更報道がとどまるところを知らず。 政治でも次の選挙で何が何でも自民党を引きずり下ろそうという本気度を感じてしまいます。もしテレビの言う通りに流される人がとても多く、目論見み通りになってしまったらと思うと怖くて仕方がありません。サイコパツの岡田さんは不安でたまらなくなった時に薬以外でどうやって平時心を取り戻そうとしていますかあの、これ二人分読んだんですけども、 あの、本当にね、申し訳ないんですけども、あの、共感できないんですよ。ごめんなさい。で、あの、本当、人間って面白いなと思っちゃうんですね。こういうふうなお便りを読むと、それを不安に思うのかと。あの、まず、下のもなかさんの不安は、社会というスケールの大きなもの。つまり、日本はどうなってしまうんだとか、マスコミが、自民党がというのが気になるわけですよね。で、そういうスケールが大きなものを、 自分をるとはっり自自分分しいるからだとはは思っちゃうんですよねあのつまり自分が何かしなな社会はダメになる自分はこういうことに気が付いてるとでもどうしていいか分かんないと思うからやっぱ社会全体が不安になるだと思うんですけども僕にとって社会っていうのはどういうふうに見えてるのかっていうとまあ、マリオみたいなものなんですアクションゲームなんですねで面をクリアするとルール変わるじゃないですかさっきまでボタンを押したらジャンプするのが なんかこう面が変わると急に水の中になってボタンを押したら泳ぐになってちょっと泳ぐ時に上昇するとかですね。で、さっきまでこの地面を歩いた奴らが急にあの海の中を泳いでるなんかイカみたいな魚みたいなやつが出てきたりして全然ルール変わっちゃいますよね。で、例えばそのマスコミが自民党を引きずり下ろすでもいいですし日本が戦争にまくれでも何でもいいんですけれどもそれはいわゆる面がクリアされてルールが変わる瞬間だと思うんですよ。 で、ルールが変わったら、新しいルールっていうのは何なのかっていうのを見て、またゲームを続ければいいというふうに僕は考えちゃうんですどね。ルールが変わったら、まあ、それまで、あの、使ってた武器が使えなくなったり、敵が強くなったりということはあると思うんですけども、まあ、自民党がどうなろうが、マスコミがどうだろうがですね、それは面がクリアされたというだけでですね、次のゲームも面白がればいいんじゃないかなというふうに思います。 あのすみませんもう本当にね共感できながらこういう風な話になっちゃうんですけどもで次の上の東さんの場合はですね何かする時に正しい行動というのがあってでそれを自分はしただろうか間違ったんではないだろうかで間違えると自分はえらい失敗でなんかこうとんでもないことになるんじゃないのかという不安がある。 とかまあ、それは正しい答えがあると思っているからなんですけどもいや失敗してもリカバーすれば問題ないしあとね失敗してリカバーしないとリカバー力が落ちちゃうじゃないですかだから失敗しなないここととよりも大事なことは、リカバー力さえあれば多少判断を間違えてもどうにでもなるんですけどもリカバー力がつまり失敗して何かをリカバーするという経験というか常にそれをある程度自分の 筋肉として使っとかないとですね、あの、しょうもない失敗でもですね、どん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 落ちていく一方なのでですね、リカバー力っていうのを常に高めとくはためには、小さい失敗を年がら年中やっとかないとまずいと思うんですけどね、だから、あの、常に正しい選択をしてるときの方が人間はやばいと思います。だから、成功してる人ってなんかすっ転ぶとすごい落ちちゃうのは何かっていうと、周りにイエスマンしかいないし、 自分としては権力がどんどん上がってる気がしてるんですけどもリカバー力がすごい落ちてることに気がつかないからだと思いますねなのであの不安っていうのはねあのなくならないしまあそのための心配もしてるんでしょうけどもねアスマさんに関しては僕はあの真面目に不安になってないと思いますね不安な気分で遊んでるだけなんですよだからもっと真面目に不安になってほしいですあの不安になるなじゃないんですよ不安が足りてないんですよ ちゃんと不安にはまって真剣に不安になるとじゃあそういう場合どうするだろうってリカバーを考えるからそれをやった方がいいですよ下手に不安から逃れようとしたりして不安になって俺ってダメだって思っちゃうんでしょうけども不安が足りてないと思います自分の将来が不安です自分は特に何もできず周りとの差を考えるとこ,このままでは就職できるのかと不安になります自信がなくてネガティブになってしまいます どうすればもっとポジティブに考えてて行動していけるでしょうかいつもねこういう質問に来たら答えるのがあのネガティブポジティブっていうのはねまず一つは俺戦略問題だだ。と思うんだその人が戦略としてネガティブに考えた方が自分が傷つかないと思い込んでるうちはネガティブなのはやめられないんだ。でポジティブなのは戦略じゃないんだこれはね脳内麻薬物質なんだ。 俺みたいにポジティブなやつはねがれの重酔っ払ってるからポジティブになるだけなのであってネガティブな人は冷静で考えるから傷つかないような対応をするとそれはネガティブになって当たり前なんだつまり冷静で頭が良ければ人間はネガティブになって本来当たり前なのに世の中の人はみんな浮かれてて頭の中に変な麻薬物質が出やすくなっててポジティブな人がいるとネガティブが普通だと考えてポジティブはちょっと変だと思っておいた方がいいよ。 もうあの俺自身がポジティブな人間なのであのどうしても、ね、ネガティブな人の気持ちが分かんないってずっと言ってたんだけども正確には分かんないじゃなくて俺はあの脳内麻薬物質が出過ぎてるから、えー、<laughs> まともな人間の気持ちを忘れてしまったそのまともな人間の気持ちがネガティブだということで。 えー、ポジティブが便利に見えるかもわかりませんけどもネガティブな方が真面目な話だよ俺本当に本気で言ってんだけども人間として当たり前で普通でそれぐらい防衛的に振る舞った方が人に傷つけられなくて安全だと思うからネガティブで構わないと思いますただし過剰なネガティブっていうのはうんとねネガティブさってね多分塩梅の問題なんだよね。塩梅っていうのはさ梅に塩と書いて塩梅って読むんだけども酸っぱさとか塩っていうのは全て加減なんだ。 だから辛いからダメとか塩入れちゃダメとかそういう問題じゃなくてどどれれぐぐららい、いつつままみ、みのかがポイントなんだよ。だからネガティブなのもネガティブがダメなんじゃなくてさっきも言ったようにネガティブっていうのは当たり前なんだその時のネガティブの分量調整がすごく難しい軽くネガティブぐらいい。が、番生きやすいでポジティブなだけの人間は僕みたいに散々痛い目に遭って懲りない人間だけがもうポジティブで生きていけるんだけどもさ なので、分量調整だけ気をつけた方がいいよ。だから、一日に三個以上考えないとかさ、そういう分量で考えてみてください。おぼろずきさん。女性十代ですね。YouTube 無料で見てくれている方です。岡田先生、こんにちは。いつも映画の分析動画などを楽しく見させていただきます。最近、Twitter や YouTube なので、 若者は今後日本は衰退していくだけだから海外に移住できるようにしておこうのような謳い文句で英会話アプリなどを進める CM や広告アカウントを見かけるようになりました。いうの結構多いんですね、えー。私はこの「日本は終わった感に心がやられています。 この病状はどうにか治していくことはできるのでしょうかまた今後日本で行くことは苦しくなってしまうのでしょうかえー、拙い文章で申し訳ないです。答えてくださると嬉しいです。おぼろずきさん女性10代ですけどもまずあの大きい話で言うと人口がねこっから先日本というのはどん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 減っていくんですよ。でそれは、は、もうあの変わらなないことので、経済的には 良くななるはずがないんですね。人口減っていきますからだって国民総生産がどんどん減っていくわけですからただそれはですね当たり前と思っちゃえば僕は案外大丈夫だと思ってるんですよ。なんでかっていうと。 その日本国民の教育レベルいわゆる民度ですね。あの教育レベルとかあと一般常識どれぐらいルールを守るのかという民度はすごい高いしあと安全度もすごく高いし文化レベルもすごく高い日本人はもうほぼ全員が文字が読めてですねである程度の,あの簡単な絵も描けるというです、ね、世界中に渡してもとんでもない文化レベルに日本人がいるのでですね あの日本はまだ30年ぐらいは世界で一番住みやすい国だと思うんですよ、僕、そういうふうに思います、ね。それに対しての批判もいろいろあるでしょうあの、この国に比べればこうだ、ああだって言うんですけども総合的に見たら僕は日本は住みやすい国トップ10どころかトップ3にずっとあと30年ぐらいは入ってると思うんですね。 で、問題はどちらかというと、日本はボーンダメだとか、海外移住するしかないとか、若いやつは海外を常に見ろっていう声がよくあるんですよ。で、それの、まあ代表的な例だと思っているのはひろゆきなんですけども、ひろゆはあの、実はですね、よくよく聞くと違うんですね。あのひろはよくよく聞くと、やる気があって稼ぎたいんだったらという前提条件のみで進めてるんですよ。あの海外行った方がいいですよとか、英語を使ってとかですね。海外で仕事を探した方が手っ取り早いですよっていうふうに。 前提条件としては 稼ぎたいんだったらっていう条件を言ってから話してるんですけどもですね。だが、ただ聞く側は勝手に。その若いんだったら絶対にっていうふうに聞いちゃうんですね。あの切り抜きしてる人もですね。そのひろの前提条件の部分っていうのを。長くなっちゃうからカットしてる人も多いんでですね。ひろもです、ね。無条件に日本、あの若者は全員。海外に移住した方がいい。海外でなんか資格取った方が仕事探した方がいいというのは。全然言ってないんですね。住みやすさでは日本すごくいいし、ご飯。 もこの値段にしてすごい美味しいというふうに言ってますんで彼もですね。あの僕はですね、これはあの弘明と意見が分かれるかもわかんないんですけども、人間というのはですね、過半数の人はつまり半分以上の人はですね、生まれた場所以外では幸せになれない生き物だというふうに思ってるんですね。つまり。 人間が持っているその動物的な生き抜くために移動したいという欲望と植物的なですねその地に根を生やしてずっと生きていきたいという欲望と両方あると思うんですけどもですね割とですね別にこれ日本人だけじゃないんですけど人間っていうのはその人が生まれて育った文化があるような場所以外では割と幸せになりにくい。どっちかといいうと僕みたいななし草みたたな、な 野郎はどこででもなんとかなるんですけど、でも過半数の人はそうじゃないと思うんですね。なので、あの無理にして、ですね、日本はもうダメだろうっていうのはあるじゃないですか。ああいうのに飲み込まれない方がいいと僕は思います。 えー「すぐに傷つくメンタルが弱い人間です」というやつですね、えー「私は小さいことですぐに傷つくメンタルが弱い人間ですしかもすぐ泣きます」「もういい大人なのに恥ずかしいです必要以上に自分を責めてしまうのが原因かなと思います泣いても良いことは何一つありませんのに涙を止めようとしても止まりません泣くから年下にもなめられてしまいます異性からも面倒くさいやつだと思われて敬遠されます」「どうしたらメンタルが強くなりますかささいなことで泣いたりしない人間になりますか」というです じゃあアンケート7を出してください。メンタルが弱くすぐ泣いちゃう人。1、そういう女好きだわっていう。みんな心を優しくするために異性で考えよう。そういう男好きだわでもいいです。そういう女好きだわでもいいです。2番、いや、同じ、わかると。もうそこまでじゃないんだけど、かなり自分に似てる似てるやつ。3、もうそういうの苦手と。もう、とにかく近く来ないでそういうの苦手っていうので。 はい、えー、アンケート答えてみてくださいでは回答を出してくださいあこういう人苦手そうですよね普通そうです俺も苦手です同じ分かるるが3割ぐらいいるんだよね。だから本当に泣いちゃうかとか本当に涙が止まらないかという程度差だけであって実は同じ人は3割ぐらいいるし おまけにそういう女好きっていう男が2割弱いるというこの心強い成果を見てみろ <laughs> 実は5割近くは味方なんだけどねじゃあ真面目に答えるとあのメンタルがすぐに傷ついてメンタルが弱いですぐに泣くって書いてるんだけどもねこのね現象と理由と混ぜちゃうつまりすぐに泣くっていうのはこれ現象じゃん。 本当に体の外に現れてる現象で傷つきやすいっていうのはそうじゃなくて理由を自分なりに推察してるんだよね。でメンタルが弱いに至っては、えー、自分でそれを。 メンタルが強い弱いって、価値基準の上で判断してるんだけどもね、これが混ざってるのが悪いと思う。あのね、例えば泣くっていうのは、上がり症で人前で顔が赤くなるのと同じだよね。あの、ほら、俺、今汗汗ここ書いてんだけども、別にえ、アップにしなくていい汗書いてんだけども、僕の汗かきとか、あとお腹が痛くなって下痢しやすいっていう、もう僕の症状と全く同じで、肉体の反射なんだよ。あの泣くっていうのはね。だから。 すぐに顔が赤くなっちゃう上がり症の人はそれをすごく気にするし下痢症の人も気にするし汗かけの人も気にするんだけどもそういう肉体反応みたいなもんなんだよねそれに対して自分は傷つきやすいダメな人間なんだとかメンタルが弱いとラベルを貼っちゃうから余計に落ち込む単なる肉体的な反応に対してそれに ラベルを貼ってしまってそのラベルの分自分で傷ついちゃうからなんかすごくしんどくなる。で具体的に言うとね一度あの泣き出すと止まらないんだったらもう人前で泣かないように工夫するのがいいと思うよ。俺あのなんか人前でお腹が痛くなったら会話の最中だろうが何であろうが間髪入れずトイレに行くっていうのをやるんだけども同じように泣きそうになったらもうどんなシチュエーションであってもその場を離れてトイレに行った方が多分マシなんだよ。 トイレに行くのを我慢して一人で泣くっていうのを我慢して。 延々その場で頑張って泣いちゃダメなんだとかほらまたこんなふうに思われるというふうにするとどん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 状況を悪くしちゃうからまああの絵師弟子とみんなが言うのは分かったよ。ど絵師弟子な「はい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 」「ワンワン泣いて気持ちを切り替えたやつだ」でもこの人は絵師弟子みたいに「ああすっきりした」って言ってコマの横に「すっきり」とまた書かないからさ絵師弟子とは違うっていうのを抑えような。であのお腹が痛くなったらトイレに書き込むのと全く同じで 泣きたくなったら、トイレに駆け込んで、でトイレでもう本当に散々泣きゃいいと思う。僕だと、お腹痛くなったらトイレから30分出て来れないから、同じように泣きそうになったらトイレに行って30分泣きゃいいと思うんだけどね。うん、本質的なだから解決策じゃないんで、僕言ってるのは、こういう性格を。 今日こういういい話多いんだけどさ、治す方法は実は基本的にはないしメンタルを強くするっていっても君が泣きやすいのはメンタルが弱いからじゃなくて泣きやすい肉体を持ってるからそういう反射をする肉体を持ってるからこれはもうしょうがないんだよね。でじゃあ、どううするのかっていうと 年取って鈍化にななるの、ま、ずしかないんだよ。<laughs> 繰り返すけども人生は40歳超えたらもうこんなことなくなっちゃうからなん <laughs> であんなに泣けたんだろうって思うようになるからそれまでは不安の方が多いと結論早く年を取れということで <laughs> もう本当にねそうなんだよねあのあのねこういうのってすごくね 自分の中ではでかい問題でどうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうっていうふうに思うんだけども逆に言えば30代40代になってきたら何で泣けないんだろうとか逆にそれまで泣けなかった人が何でこんな涙もなくなってるんだろうっていう方が多いから <laughs> 人生ってねなんかね多分ね35か45ぐらいのところで全部のルールが一回くるっと逆になるゲームみたいなもんだっていうふうに考えておいたら今の状況全てだと考えたらさ なんかこうすごい追い込まれるし、しんどいと思うんだけども、実は三十五か四十ぐらいで。すべてのルールがぐるっと変わってきちゃうっていうふうに思っといたら、楽になるんじゃないでしょうかと思います。ちょっとね、今回からやっとこうと思ったのが、心の強さっていうのをですね。時々やろうと思ってるんだ。で、なんでかっていうと、まあ、一つは心の強さ問題の相談とか。質問がすごく多いんだよね。まあ、こんなふうに落ち込んでしまいますっていうのが。多いっていうのがあるんで、ちょっとまとめて。 えー、コーナーナにししていいたた。方が楽だなと思いました、えー、今日はですね、えー、僕の,あのやってるサロンからですねいくつか質問が来ました M さんですね「心が弱ってる時に今自分がやってることを信じることができなくて焦燥感に駆られ身もだする」「もっといい方法があるんじゃないか今やってることって無駄なんじゃないのか」から始まって果ては「こんな状態の俺って生きてる意味あるのか」まで言ってしまうと。 判断力がぐにゃぐにゃになってしまうので例えばすっぱりやめて談をするといったことができず精神的に不安なまま惰性でふらふらしますそれがまたしんどいまずこの状態にならないためにはどういうふうにすればいいのでしょうかこの状態から抜け出すためにはどんなことをすると良いのでしょうかということですねさあ皆さんのコメントは鈍感力はだめなのか筋トレしよう。深呼吸昔の俺のよう難しい考えるなうつになる前に引き返せるうん。 僕がですねなんかまあ同じような状態になることあるんですよあの悩んで自分がやってることが分かんなくなってこのままで大体方法から人間は具体的なことから悩み出して抽象的なことへ行くんだよね。一番最初はこれでいいのかっていう目の前にあるこれで悩んでるんですよ。 でこの方でいいのかななとか、別ののやり方,のやり方はなかったのか。そういえばあの時もそもそも俺って俺なんて生きてる意味もないというですねどん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 具体的な領域で悩んでるうちはそれは悩みなんだけどさ抽象的なことに行ってくるともうこれ自己否定という趣味をしてるような感じがするんですけども、まあ、あのデカルトにですね「我をもうゆえに我あり」って言葉あるじゃん。あれ 俺、まあ、採用してるんんだだ。けど、まず地盤を固めるんだデカルトっていうのは人はいろんなことをまあそれは信じられない信じられない信じられないと言って全てを疑問に考えるときにちょっと待ってよと全てを疑問に考えたらあまりにもフラフラするとそうじゃなくて1個だけでいいからとりあえず足場作ろうととりあえず俺は考えてる悩んでるということは俺という存在自我だけはあるというふうに仮定してみても構わないよなっていうのがデカルトの第一歩。 でそこから方法論除説っていうものの考え方の分厚い本をバーっと一冊書いちゃったっていう、まあ、あの昔の哲学のおじさんなんだけども、えー、まず地盤を固める一歩を固めるというのがすごく大事なんだで俺って生きてる意味があるんだろうかっていうさっきの疑問これはね明らかに地盤がこうもうグラグラしちゃってるんだよねデカルトが固めたようなまず基礎の一歩目の地盤が作れないと。で こういう時って普通じゃあどうやって地盤を固めるんでしょうかとかですねじゃあまず自分が自信を持って言い切れることは何ですかという話になっちゃうんだけどもデカルトぐらい理性的で考えるのが趣味のやつだったらさそっちの発想法でいいんだよ。でも普通の人間さそんなふうに年がら年中考えたりすると暇でもないしさ基礎の足場を組んでからやっていくっていう方法ってなんか日本人にはあんま無理があると思うんだよね。 なのので、俺のおすすめは、ね「自分は地盤が緩いい方だ!」という自覚を持つんだよね。つまり何か悩んだら「俺って生きてる意味あるの?」という一番基礎の地盤の方まで疑ってしまうっていうような癖があるっていうふうに考えた方がいい。わかるかなえっ、ー、とね例えば「俺ってこれでいいんだ」という自信とか「いやいやいやそこまで疑ってもしょうがないよ」っていうようなそれはそういうのって個性なんだよね。なので 個性で自分自身を疑ってしまうとか存在意義を疑ってしまうのやつはそれは治んないんだよあのよくゲストで西野君来るじゃんキングコングのであいつ見たらもう絶対自分肯定してるでしょすごい自分自信があるでしょあれって多分ファンの人はどうやったらああなれるんだろうと思うんだけどもあんなふうになれないんだあれ個性だからあの個性で本人は苦労してるからねどこまでも肯定的なあのポジティブな個性のおかげでて本人苦労してるから。 ポジティブでも苦労するのが個性ならばネガティブでも苦労するのが個性なので地盤はまず強くならないと。で緩い自分の存在意義とか自信というのは緩いとなのでどのような注意が必要かということをいつも考えた方がいいなのでメモですね僕のおすすめはメモです。不安になったらとことんならないと不安だっていうのが多分この人のねあの原因だと思うよ。一度不安になりだしちゃったら、 他の不安も全部考えつかないと思いつかないと逆に不安になっちゃうと思っちゃうから必要な不安と趣味の不安っていうのが切り分けられてないんだ必要な不安はこれでいいのかこのやり方でいいのかだけのはずなのにそういえば俺はいつもそんな癖があるここら辺もねまだギリギリ不安になって構わないでも俺って何なんだろう俺って生きてていいんだろうかっていうのはもう既に考える必要がない。それはね多分 いいろ色ものをやってたら30代40代50代ぐらいになってあこれでいいんだっていうような日本が来るようなもんだから、それはもうあの10年20年の熟成期間の蔵の方に掘り投げといてあんまりね。個別の回答を毎回毎回与えない方がいいと思います、えー、次ですね、えー。k さんのですね。鬱の話行きます。k さんですね、えー、軽いうつを経験しましたと。と原因は焦燥感にあります。 焦燥感というのは視野を狭くしその一本の道でしか生きていけないと固定観念にとらわれ他人に嫉妬し周りを見なくなりますふと周りを見た時他人からの目に恐れを抱きますどうすればいいのですかというふうにありましたまう、あ、つになったのは自分の焦燥感が原因だと焦燥感というのは視野がこうぐっと狭くなってそれしか見えなくなってしまうというふうなことなんだけども。 前に志田未来と結婚しなければならないと思い込んだ高校生の話したんだけどもみんな覚えてるかな、まあ、高校生から東証が来てでその人生相談に答えようとしたんだけども本人は早く志田未来と結婚しなければ志田未来は大人になってしまうと俺以外にほかに好きな人ができたらどうするんだ岡田さん早く何とか答えてください僕はもうすぐ期末試験なんです <laughs> っていうものすごい質問状を書いてきて何言いやがるんだと思ったんだけども。 いや彼もね焦燥感にかられて視野が狭くなってたんだよ。でこういう焦燥感を抱く抱かないっていうのは実は個人の選択ではないんだよね。つまり焦燥感を抱いてるんだけどそれしか見えなくなるってそれをやめろって言っても無駄なんだそれはねある種呪いみたいなもんでさ選べないんだよ。多分その志田未来と結婚しなければいけないと思った高校生は何を言っても多分駄目なんだ。 何を言っても駄目なのでそんなことを考えるなと言うんではなくてそんなことがあったらもうそれはもうがないんだよ。なので基本的にそんな逃げようがない焦燥感を持ってしまった時ってどうすればいいのかっていうのに、まあ、答えるとすると俺はあの焦燥感のメリットぐらいしか思いつかないんだよね。 あの焦燥感のメリットというのでは例えばスティーブ・ジョブズっていうやつもあのこの間スティーブスの4巻が発売されて読んだんだけどもやっぱ改めて読んだらスティーブ・ジョブズって明らかに生違いなんだよね。あの年年らら中、焦燥感にっていうふうに言ったと思ったらアップル2なんかもう古いアップル3をやるべきだというふうに言ってみたり。 今だったら、えー、パロアルト研究所に行ってこの斬新なグラフィックユーザーフェースを世間に出すべきだというふうに言ったりとりあえず年がら年中焦燥感にかられて年がら年中視野が狭くなってその結果うまくいった人なんだよ。で要するに結結果果とと、とししししてて失敗たた焦焦燥燥感感成功だだけが世の中にあるんだよ。別にスティーブ・ジョブズは頭が良かったからとかそんなんじゃなくて。 スティーブ・ジョブズみたいに焦燥感にかられていろんなビジネスをやった人って多分この放送を見てる人の中にもいっぱいいると思うし焦燥感で追い込まれて一本道しか見えなくて彼女に振られた人もいっぱいいると思うんだけどもその中でたまたま成功する人もやっぱりいるんだよね。なので焦燥感というのはそのためにあるんだ人間に無理をさせるため人間に負担をかけるためでその結果を概ねひどい目に遭うんだけどもそれからはねもう逃げようがない。 のでですねえー、逃げもうこうなったら先人のです、ね、自分より前にいった人が焦燥感とか視野が狭くなることでどんなひどい目に遭ったのか逆にどんな美談があるのかっていうお話を頭の中にいっぱい入れてて自分の中の中焦燥感を薄めるぐらいいいしか方法がないと思います。マリオのゲームオーバーみたいなもんで「あ、oh, あ終わっちゃった!」っていう感じに近いと思うんですよね。